ません。あ、前国民老婆新垣结衣19日与新演员宣布结婚，正式变成别人的老婆啦。25日凌晨到电台录广播节目的新演员，也是宣布婚讯后首次露面。哇，すごい、すごい、すいません。哇，こんな数見たことない。すごい。結婚発表から1週間経ちましたけども、今の結果ですか。そうですね。いろんなお世話になった方とかに。連絡をさせていただいたりとか、あとは本当にたくさんの方からメッセージいただきまして、それの返信をしていたらあっという間に1週間経ってしまったという感じで、で やっとなんか今日ちょっと落ち着いた感じで少しホッとしております。今の実感湧いてきました。そうですね、まだ一緒に住めてはないのであれなんですけども、たくさんの方に祝っていただいて、実感がだんだん湧いてきました。はい。婚姻届の提出はいつ頃予定されてますか。実はまだちょっと全然決めれてなくてですね、自分もお仕事でちょうどシングルが出たりとか、バタバタしていますので、ちょっと落ち着いたら時期を見て、いろいろと始めていきたいと思っております。而超多人好奇的问题是，两人私底下是怎么叫对方的呢。やっぱその質問ありますよね。そうっすよね、今日のラジオで聞いていただくっていうのはあれでしょうか。まあでもなんか普通ではあるんですけど、はい。近辺听近辺都听到底是多普通。全然普通なんです。これまでも例えば宣伝とか、そういうところでも、この番組とも言ってたけど、普通にゆいちゃんって言ってまして、彼女の方は、源さんだったり、まだたまに星野さんっていうのは混じる感じですかね。はい。嘿，这样的叫法真的很有两人在月薪娇妻里的羞涩感呢。最最最重要的，跟结衣讲求婚的时候，到底说了什么呢？今日のラジオで言って、とても普通です。結婚してくださいという言葉でしたので、はい。宣布闪婚后的首次露脸，新演员的笑容藏不住啊！敲碗下次见面时，可以看到与结衣两人夫妻合体哦。